これはイタリアの画家マサッチオによって描かれた聖三味一体である。父なる神は中央に位置している。子なる神イエス・キリストは十字架にかけられている。精霊なる神は鳩のように二人の間に降りている。十字架の左に目を向けると母マリアが 息子であるイエス・キリストへ、我々の視線を誘導するように、中央へ向かって手を差し示す仕草をしている。十字架の右側では、使徒ヨハネが我々をこの場面について深く思い巡らすように導いている。十字架の下では、墓と人骨が、過去の私は現在のあなたであり、現在の私は未来のあなたである。 という碑文の前に横たわっている。この絵に描かれているのは、神の恵みの御座についての聖書の一部だ。ヘブル書4章、16節。ですから私たちは、憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。 イエス・キリストの両腕は私たちに抱き合うように広げられているその腕は私たちの罪を知っていながら私たちを許してくれているイエスは私たちが共感できる等身大の形で描かれ父なる神は私たちにこの宝物をプレゼントしてくださっているこの絵画はイエス・キリストがいる場所に来るように私たちを招いているが 私たちはそこに行くことができないイエス・キリストはそこへ入るための扉でありその扉を開く鍵なのだこの絵は三次元の空間を私たちが入ることのできない二次元の壁面に描いている実際マサッチオは西洋で初めて奥行きと遠近法をマスターし導入した最初の画家だった この絵画の制作が依頼された時、疫病がヨーロッパで猛威を振るっていた。実際、マサッチオ自身もその病にかかったようで、26歳の若さで亡くなっている。彼の最後の功績の一つは、この絵を描き、私たちに残したことである。彼はその時代の窮迫した様子を描写している。私たちは皆、いずれ死ぬ。 私たちはいずれ誰もが絵画の中の骨のようになる。私たちは感染症の恐怖から逃れられる場所を絶望しており、私たちを守ってくれるシェルターを求めている。神の住まう場所に隔離されることを望んでいる。マサッチオの絵はその場所を示しているのだ。神がそのシェルターである。神こそがその隠れ家であると。 詩篇九十一編、一節から七節意図高き方の隠れ場に住む者。その人は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。私の酒所、私の鳥で、私が信頼する私の神と。主こそ、狩人の罠から破滅をもたらす疫病からあなたを救い出される。 主はご自分の羽であなたを覆い、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾、て、また鳥で。あなたは恐れない。野襲の恐怖も、昼に飛び来る矢も、暗闇に忍び寄る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。千人があなたの傍らに、万人があなたの右に倒れても、 それはあなたには近づかない。疫病がマサッチオの愛したイタリアと全世界を再び襲っている。今日を生きる人々は、この生命を脅かす病気にかかり、感染を広げてしまうかもしれないという恐怖の中にある。この絵の中に描かれている聖句がこれほど意味を持ち、 迫ってきたことはかつてなかった。神は私たちの隠れ家となってくれる。イエス・キリストは私たちのシェルターとなるために用意されたのだ。私たちがすべきことは、イエス・キリストの招きを受け、その腕の中に入ることだけである。